ここからは原宿駅前コレクションです。今日もメンバー全員が制服で無茶なお題に答えてもらいます。それではスタート。原宿乙女、まずは斉藤ジェニファー愛理ちゃん、シャツ、ネクタイ、スカートともにキャンディーシュガー、カーディガンはルグランフィールです。はい、愛理ちゃん、こんばんは。こんばんは。さあ行きましょう。いいですね、素敵な赤で。赤ですね。え、じゃあお題の方行きますよ。はい、こちらです。ズドン。3秒しかない留守番電話にありったけの思いを込めてプロポーズの言葉を叩き込んでくださいというお題でございます。はい、参りましょう。3秒ですからね。はい、3秒行きましょう。3秒のプロポーズまで3、2、1、9。ずっと愛のそばにいては大好きなんだから。あー、いいですね、ありがとうございます。ちゃんどんご以来のね、好きだからということでありがとうございます。あなたのことが好きだから、斉藤ジェニファー愛理ちゃんでございました。さあ続いては先週に引き続きこの方です。続いては東圭ちゃん、シャツ、ネクタイともにキャンディーシュガー、スカート四つ葉テーラーです。四つ葉テーラー、キャンディーシュガー、ジャックルバード、ルグランフィールのお店は地下鉄住吉駅のすぐそばにございます。はい、ケイちゃん、こんばんは。こんばんは。どうですか、もう慣れました？2週目ですけども。2週目なのでちょっとまだ、うん、まあでも、はい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 、はい、いいですよ。お題の方もじゃあいきますからね、今日も。はい、さあ同じお題でございます。3秒しかない留守番電話にプロポーズの言葉まで3、2、1、9。ぷぷぷ、結婚してください。なんだっけ、あ、お手すきの時折り返しお電話お待ちしております。ビジネス感、ビジネス感半端じゃないですね。素晴らしいですね。でもすごい気になるプロポーズ、ありがとうございます。ケイちゃんでございました。続いてこの方。続いては上原ルアちゃん、シャツ、キャンディーシュガー、カーディガン、ジャックブルバード、スカート四つ葉セーラー、ネクタイ、ルグランフィールです。さあルアちゃん行きましょう。ボタンもキラキラして可愛いですね。はい、いや業務のコメントか。はい、ありがとうございます。さあルアちゃん行きますよ。はい、お題同じです。3秒しかない留守番電話にプロポーズの言葉まで3、2、1、9。あの、大好きすぎるんですけど本当につらい、ねえどうしたらいい、大好き。あー、いいですよ、大好きがね2回出ました。中山秀幸さん以来の大好き、ありがとうございます。上原ルアちゃんでございました。続いてこの方です。続いては峰ゆうきちゃん、シャツ、ネクタイ、スカートともにキャンディーシュガー、カーディガンはジャックブルバードです。はい、ゆきちゃん、こんばんは。こんばんは。あ、ルアちゃんと色違いですか？はい。あ、かわいいですね、本当にこれね。ありがとうございます。それでは同じお題でいきましょう。3秒しかない留守番電話にプロポーズの言葉まで3、2、1、9。大好き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 だよ、バイバイ、ガチャ。あー、いいですね、逆広末涼子ね。とってもとってもとってもじゃない方、ありがとうございます。みねゆきちゃんことはございます、ね、174cm、ジャッキーチェンと同じ身長、ありがとうございます。さあ続いてこの方です。続いては中田ひな子ちゃん、シャツ、ニットベスト、ネクタイ、スカートともにキャンディーシュガー、ブレザー、ショコラシュクレ、エンブレム、ルグランフィールです。さあ中田さん、こんばんは。はい、こんばんは。ねえ、頭切りましたね。切っちゃった。頭切りましたよ。いいじゃないですか、素敵ですよ。ありがとうございます。なんか心境の変化があってでもあれですか？そうですね、ちょっともうすべて切ってしまおうと思って、すべて切ってしまおう。すごい、はい、事務所のね、すごい人、すべて切ってしまおうみたいな。はい、もうすっきりしましたよ。すっきりしました。行きましょう、同じお題でございます。はい、3秒しかない留守番電話にプロポーズの言葉まで3、2、1、9。KSK Wish。 あー、いいですよ、出ました。 KSK 出ました。ケンタッキーのサイドメニュークリスピーということですね。ありがとうございます、美味しいです。結婚してくださいですね、ありがとうございます。中田さん素敵ですよ、ヘアスタイル。ステージ S、 まずは伊藤きりちゃん、シャツ、ニットベスト、ブレザー、すべてイーストボーイです。イーストボーイのお店は新宿高島屋の7階にございます。さあきりちゃん、どうも。どうも。いいですね、これわざと今羽織る感じ で、 そうです、素敵な感じでいいですよ。さあお題が変わります。はい、こちらのお題、ズドン。
崖から落ちそうになっている仲間を助けようとしているあなた、ファイトを一発に変わる気合の入りそうな言葉を叫んで助けてあげてください。助けます。はい、さあいいですね、展開が早くていいですね、ありがとうございます。ファイトを一発に変わる気合の入りそうな言葉まで3、2、1、キュッ、ダイナマイトバーン。ファイト一発の変化系がダイナマイトボーン、ありがとうございます。大原香織さん以来のダイナマイトボーン、ありがとうございます。さあ続いてこの方、続いては伊礼ひねこちゃん。シャツ、エンブレム付きブレザー、すべてアクタスアイです。アクタスアイのお店は新宿伊勢丹にございます。はい、ひなたちゃん、はい、いいですね。パンツの方はこちらジーンズで、ジーンズで す、 そうです、ね、中学生だったらね、先生に怒られてるパターンのやつで、はい、素敵なファッションでございます、はい、さあそれでは参りましょう。同じお題です。ファイト一発に変わる気合の入りそうな言葉まで3、2、1、キュッ、助かったら焼肉だ。ご褒美薄いですね。命がけの割に焼肉のために助けましょう。ありがとうございました。ひなたちゃんでございました。続いてこの方、続いては牧野真凛ちゃん。シャツ、リボンタイ、V ネックニット、すべてイーストボーイです。はい、マリンちゃんどうも。ストライプいいですね、可愛らしい。こんにちは、ね、じゃあどうも、マリンカメラありがとうございます。ありがとうございます。さあファイト一発に変わる気合の入りそうな言葉まで、はい、3、2、1、キュッ、エイエイエース自分たち次第ですね、これも。エース次第の、これ皆さんね、でもエースファンからしたら助けてくれそうでありがたいですよね。さあ続いてはこの方です。続いては磯部杏里ちゃん。シャツ、ネクタイともにキャンディーシュガー、プレザールグランフィールです。はい、どうも杏ちゃん、どうも。先週は誕生日でしたけども、はい、なんかお祝いしたんですか。お祝い、生誕祭がまだなんですよ。生誕祭がね、今からあるということで、はい、いや、いいですよね。じゃあ今日も素敵なお題に答えてください。ファイト一発に変わる気合の入りそうな言葉まで3、2、1、キュッ、ビンター100発罰ゲームだな、もう。助けてあげたのに、だったら落ちた方がいいですよ、もう。さあ、あんちゃん、ありがとうございました。生誕祭も楽しんでください。続いてこの方、続いては田山奈子ちゃん。ブラウス、リボンタイ、エンブレム付きジャケット、ともにメゾピアノジュニア、スカート四つ葉テイラーです。メゾピアノジュニアのお店は新宿高島屋の9階にございます。さあ、たやちゃんもストライプ似合いますね。スライプ、かわいらしいストライプ、あ、いいですよ。ナイス逆が出ましたね。たやちゃんといえばストライプってやつですね。あ、はい、ありがとうございます。セリーグの審判のようでありがとうございます。さあ参りましょう。同じお題です。はい、ファイト一発に変わる気合の入りそうな言葉まで3、2、1、キュッ、たやに任せろ。崖の上ですごいこと言ってます。たやに任せろ。長渕強さん、調子さんのようですね。さやに任せろ。ありがとうございます。最後はこの方、続いては染めのりなちゃん。シャツ、ネクタイ、ジャケット、すべてコンポネットジュニアです。コンポネットジュニアのお店は新宿高島屋の9階にございます。さあ、りなちゃん、いいですね。どうですか、着てみて、ジャケットも。いや、新鮮です。あ、ね、新鮮でもないのかな。新鮮でもない。でもね、下スカートでジーンズということね、いいですよ。さあ、じゃあ同じお題でございます。ファイト一発に変わる気合の入りそうな言葉まで3、2、1、キュッ、高所恐怖症の私が助けに来てやったぞ。上から目線、ありがとう。崖の上にいるからね、上から目線でもいいんですよ。高所恐怖症なのにガタガタしながら助けるりなちゃん、ありがとうございました。続いてふわふわ参りましょう。ふわふわ、まずは平塚ひなちゃん、吉澤るりかちゃんです。平塚ひなちゃんはシャツ、ニットベスト、エンブレム付きジャケット、ともにボンポネットジュニア、ショートパンツ、ニーハイソックス、ともにメゾピアノジュニア、リボンタイはイーストボーイです。吉澤るりかちゃんはセーラー服、スカートともにキャンディーシュガー、カンディーシュカーディガンはルブランフィール、リボンタイ四つ葉テーラーです。さあ、お二人とも可愛らしいですね、ありがとうございます。お題が変わります。こちら、ズドン、あなたはもう10年間も飼われている猫です。
大好きなご主人様に話しかけてください。さあ、ご主人様に飼われている猫なんというでしょうか。ルリカちゃんからいきましょう。はいはい、いきますよ。はい、それでは大好きなご主人様に10年間飼われていた猫が言う言葉まで3、2、1、9。もっとかまってにゃん。あー、いいですね。美味しくなる魔法のような。ありがとうございます。本当にもありがとうございます。さあ、じゃあひなちゃんも行きましょう。はい、あなたは10年間飼われている猫です。大好きなご主人様に話しかけるまで3、2、1、9。おい、早く魚よこせよおい、鬼太郎のようなね、上からとにかくそれを思ってたんですね。今まで遅かった飼い主に。ありがとうございます。お二人に大きな拍手をどうぞ。さあ、続いてはこの二人、行ってみよう。続いては金石さなちゃん、山本七瀬ちゃんです。金石さなちゃんはブラウス、チェックジャケット、チェックスカート、リボンタイ、ニーハイソックス、すべてリンジーです。山本七瀬ちゃんはシャツ、ニットベスト、ともにメゾピアノジュニア、ホワイトライン入りジャケットはブルークロスガールズ、チェックスカート、ネクタイ、ニーハイソックス、ともにコンポネットジュニアです。はい、いいですね、お二人とも。さあ、じゃあ同じお題でございます。七瀬ちゃんからいきますか。はい、はい、あなたは10年間飼われている猫でございます。飼い主に話しかけるまで3、2、1、9。ごめんなさい、ずっと言いたかったんですけど、もうそろそろ寒いので洋服をください、うん、猫なのにね、猫寒がりだから、こたつの中入ったりね、寒かったですね、しますよね。 OK です、行きましょう。さなちゃん、はい、10年間飼われている猫です。飼い主に話しかけるまで3、2、1、9。いつも私の面倒を見てくれてありがとう、だにゃん、大好きだにゃん。あー、にゃんにゃん、ありがとうございます。おいしくなる魔法、ありがとうございます。にゃん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 、ありがとうございますね。いや、もう素敵なお二人の制服姿、可愛かったです。さあ、続いてはこの方々です。続いては赤坂せなちゃん、塚本なぎさちゃんです。ダッフルコート、スカート、チェックマフラー、すべてイーストボーイです。塚本渚ちゃんはダッフルコート、スカート、チェックマフラー、すべてイーストボーイです。はい、お二人どうもこんばんは。こんばんは。いいですね、コートとマフラーお揃いでどうですか、着てみて。暖かいです。暖かいですね。ありがとうございます。では同じお題でございます。あなたたちは10年間飼われていた猫です。飼い主に話しかけるまで、セラちゃんからいきますか。はい。さあ、それでは話しかけてください。3、2、1、9。いつもお世話してくれてありがとうこれからもそばにいさせてね。はい、ありがとうね。10年間だから猫で言うと96歳ぐらいなのかな。ありがとうございます、はい、渚ちゃん行きましょうね。お題、あなたも10年間飼われている猫でございます。飼い主に話しかけるまで3、2、1、9。ご主人様、人間の世界であなたと出会いたかったです。あー、いいですよ。あー、難しい。あー、大丈夫大丈夫、素晴らしい。大きな拍手どうぞ。頭も打つ、素晴らしい。トゥーリオのようなヘディングでね、ありがとうございます。素敵なお二人でございました。さあ、ふわふわ、最後はこのお二人。続いては岩崎遥ちゃん、中野愛美ちゃんです。岩崎遥ちゃんはシャツ、カーディガン、スカート、チェックマフラー、すべてイーストボーイです。中野愛美ちゃんはシャツ、カーディガン、スカート、チェックマフラー、すべてイーストボーイです。はい、お二人どうもこんばんは。こんばんは。ね、握手会の方も順調に行っているということで、どうですか、各現場楽しいですか。楽しい。ね、いろんな方来てくれて、まだまだ、はい、まだ続くんですよね。はい、はい、20日の方も頑張ってください。じゃあお題の方も行きましょう。はい。さあ、じゃあはるかちゃんからいきます。はい。あなたは10年間飼われている猫でございます。飼い主に話しかけるまで3、2、1、9。そろそろ私の正体に気づいたかにゃ私の本当の正体は猫ではない。それはご想像にお任せするにゃん。あー、なんでしょう、気になる。ご想像にでもお任せということで、あの、はい、目が離れてて緑色のやつ、うん、目がカエル、なるほど、カッパ、何急にウサインボルトみたいな、ありがとうございますさあ、はい、あゆみちゃん行きましょう。はい。10年間飼われている猫でございます。飼い主に話しかけるまで3、2、1、9。にゃお、にゃお、にゃお
はい、はい、話しかけて言葉しゃべるかがわからない。いや、どういう意図があるんですか、ニャオの中には。多分、うん、日本語しゃべれない猫って日本語をしゃべる設定だから、これすいません、お二人で M1 グランプリ頑張ってください。大きな拍手をどうぞ。はるかちゃんとあゆりちゃんでございました。なんかの警報みたいでしたね。にゃお、にゃお、にゃおっていうね。ありがとうございます。さあ、今日はですね、またまた素敵なゲスト来ております。フェアリーズ、まずはこの方から参りましょう。フェアリーズより伊藤桃香ちゃん、シャツ、リボン、チェックラフェルブレザー、スカート、すべてアクタスアイです。はい、ももかちゃん、アニョハセヨー。アニョハセヨー。いいですね。さあ、もうたくさんね、はい、このここも来てますけども。そうですね、もう慣れて慣れてきました。でもいつもこのお題に悩まされてるんですよ、本当に。なんでですか、超全部答えてるじゃないですか。いや、答えてますけど、はい、めっちゃ悩んでます。あ、そうなんですね、はい、宿題のように。はい、宿題のように。制服もいつぶりですか、着るのは。素敵な。あ、でもあれですよ、前々回の制服の時に出させていただいたので、 それ以来です。なんかすごい、ね、いいとこ感やばくないですか。 いいですよね、お嬢様感が半端じゃないです、うん、さあ、じゃあお題が変わります。はい、フェアリーズ参りましょう、はい、フェアリーズのお題はこちら。同じクラスにいる気になる男の子をスマートな言葉で一緒に帰るように誘ってみてください。さあ、一緒に帰ろうっていう言葉までいきましょう。ももかちゃん、3、2、1、9。ねえねえ、今日部活休み？じゃあ今日一緒に帰んない？100点素晴らしい、帰り方も100点。いや、素敵なお嬢様感じておりました。ももかちゃん、ありがとう。続いてこの方。続いてはフェアリーズより林田真宏ちゃん、ブラウス、ドットリボン、ブレザー、リボン付きスカート、全てアクタスアイです。真宏ちゃん、かわいいですね。今日もありがとうございます。ありがとうございます。どうですか、このね、焦げ茶というかグレー。いや、なんか珍しいじゃないですか。ねえ、ここにリボンついてて。そうなんですよ、2つ、ね、ついてますし、なんかリボンいっぱいで嬉しいです。いや、またまたこれお嬢様感半端じゃないですよ。でもお嬢様なんでいつもこれ肯定するんだよな。ありがとうございます。育ちが良いようで。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかあのツイッター見たら梅干しが大好きなんですか。そうですね、あの、うん、蜂蜜の梅が好きなんですけど、はい、今日お昼に食べたのが普通の梅の おにぎりで、うん、酸っぱかったです。マジで俺梅干し食べれないわけ。マキオさん、ありがとうございます。そうなんですよ、梅干しのいいところを一言で言うと、どう、俺が食べたくなるように言うとどんな感じですか。酸っぱいですね。あ、健康にいいらしいです。なんかさっきファンの方からリプで、はい、1日に3つ食べたらなんかいいらしいです。あ、じゃあ翌日顔がパンパンならないぐらいに食べますんで、はい、また報告しますね。はい、はい、じゃあお題は一緒でございますんで、はい、いきましょう。同じクラスにいる気になる男の子を一緒に帰ろうというふうに誘ってみてください。スマートな言葉まで、3、2、1、9。ねえねえ、最近発売した三角チョコパイ一緒に食べに行こう行くとこ決まってるなありがとうございます。大きな拍手。スマートですね、目的が決まってますからね、行きやすいです。まひろちゃん、ありがとうございました。さあ、ということで原宿駅前コレクションでございました。 CM の後はあのコーナー。